はい、皆さんこんにちは、ワダルグルビジです。今回は天下人続きをプレイしていきたいと思います。信長編の、おそらく最終回になると思います。小田原城攻略戦になります。では早速始めていきましょう。で、今回がですね、ちょっと遅くなりましたが、新年、最初のゲーム実況の収録になります。足利義明は小田原城へとその足を向ける。そこには厳島合戦を生き延びた細川藤孝の姿があった。相前後して出羽の伊達政宗が小田原を包囲、天井小田原城をその手中に収めた。政宗はこれを足がかりに自らの野望実現に動き出す。藤高、あれは誰ぞ。伊達政宗。義明公、あなたはまだお気づきでないようだ。何を言うておるか、そなたは。あなたの身代はここで終わりだ。これより先は俺が時代だ。殿、城の抑え整いました様子。早く来い信長。俺は伊達政宗、お前を任す男よ。小田原城を制圧、東国を掌握した伊達政宗。天守にはためく政宗の上り、由比が独尊、己以外の傑物を認めぬ政宗の信長に対する宣戦布告であった。はい、政宗軍、北条軍との連合軍になるようですけども、16部隊3万4千という軍勢ですね。一方信長の方は最大9部隊なので、1万7千から8千ぐらいがせいぜいというところだと思うので、倍の戦力と戦うということですね。通常城攻めは、攻める側が3倍の兵力を用意するというのが常だと思うんですけども、ここは半分の兵力で小田原城を攻略するというね、なんとも難しい戦いになりそうですね。では始めていきたいと思います。で、部隊配置を行っていきます。では部隊を配置しました。ご紹介しておきます。信長軍のところにはですね、勝家と前田慶次、騎馬隊になります。で、マップの右上にも配置できて、ここは清正、竹中半兵衛、これが騎馬隊、直江兼続は連射隊です。そして、ラッパ部隊ですね。神戸、和正、秀吉という部隊配置になっています。攻め方なんですけども、まずはですね、ここにある矢倉、弓矢倉ですね。ここを全部隊で取りに行きたいと思います。では、開戦です。敵の数が多いので、こちらはですね、分散することなく、一塊になってですね、敵を括弧撃破していくという作戦を取っていきたいと思います。できればね、兵力温存しながら進みたいので、矢倉も確保して回復しながら戦いに挑むというのを想定しています。では早速、今お話した通り、まずはね、マップの左側にある矢倉、これを取りに行きたいと思います。武器を取りました。さあ、まず一つ目の矢倉取りましたね。この矢倉、鉄砲矢倉に格上げして、さらに、多少戦力傷ついたところはありますので、回復していきたいと思います。で、今度はですね、全部隊撃破が目標なので、細川藤鷹ですね、ここの部隊の攻略へと、向かっていきたいと思います。では部隊を移動してですね、今度はマップの右側、ここの櫓を取ります。
まあ、いずれにしても敵部隊を殲滅しないといけないので、まあ、外堀から埋めていくという、まあ、そういう戦い方になりますね。はい、取りました。矢倉を取ったら回復して敵部隊を殲滅しにかかります。まあ、ここはもう早い方がいいですからね。どん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 と敵を殲滅して進んでいきたいと思います。まだここまでですね、お家芸、あとはラッパ隊の、まあ、かく乱、さく乱ですね。この辺りはまだ使ってないという状況です。敵城門を突破。二の丸まで入り込んだという状況ですね。まあ、なんとか最小限の損害でね、くぐり抜けていきたいなというところはあるんですけども、まあ、一つ懸念点があるとしたらですね、増援櫓が敵の方にはあるので、まあ、キリがないというのがあるので、増援櫓をね、早めに潰してしまうと。これはね、やっておきたいかなと思います。ではまず増援櫓一つ目、ここを潰しにかかります。まあ早いに越したことはないですからね。増援櫓パッと見だとですね、3つほどあるように見えました。なので、まず一つ目の増援櫓、ここです。ここにあるのは鉄砲櫓なんですけども、それとは別にですね、ここに増援櫓、ここにも増援櫓と、増援櫓がいくつか用意されているので、まあ、これらの増援櫓をね、確実に潰していくという戦い方になろうかと思います。はい、櫓落としにかかります。増援櫓一つ目ですね。できれば敵が出てくる前にですね、増援櫓を一個潰したいですよね。なかなかが瀕死か。思ったよりきつい戦いになってるな。敵の櫓を潰しました。はい、矢倉をじゃあ潰したら一旦回復のために矢倉に、味方の矢倉に戻りましょう。結構ね、この回復ってポイントになってきそうなんですよね。何か撃たれてる。これはあれだな、大砲かなんか撃たれてますね。もう急いでちょっと引き上げましょう。一度撤収で戦力の回復を図ります。うわ、戦力の回復確率は5800まで減ってるのか。結構きついな。秀吉ももう頑張らずに撤退してほしいな。秀吉がやられると痛いな。一旦ちょっと桜玉投げ込んで、もうこんなところで本当は使いたくないですけどね、まあ、しょうがないので一旦使って その次に秀吉は撤退しましょう。秀吉がちょっと救えなかったかな。秀吉の部隊が壊滅ってのは相当痛手、にはなりますけど、ちょっとこっから攻めるのがあんまり良くなかったんだな。壊滅しましたね、秀吉がね。ちょっと救える見込みがない。破れました。どこからこれ大砲撃ってきてんだろう。なんか大砲撃たれてますよね。ここだ、ここから大砲撃たれてるんだ。
なるほど、ここ距離届くんですね。とはいえこの造影櫓放っておくわけにもいかなかったので、まあ苦しいですけどしょうがなかったと割り切るしかないですかね。で敵が逆に攻め込んできてるので、ここはですね敵の数を減らすという意味で、利用させてもらいたいと思います。このマス型の小田原城の守りが結構堅牢でですね、苦戦してますね。さあここは次の矢倉潰しに行きましょう。まずここに鉄砲矢倉取りたいですよね。場所的にはもう近いんですけども、城門があってですね、守りが一つ、あとは、城の内側にはですね北条一軍もいるし、伊達の本軍もいるしというところでちょっと苦戦しておいて、ここには宇治政もいますね。北条宇治政は、さあここはですね、早めに一度桜玉を投げちゃいましょう。我が策で戦の門返そうぞ。そして一挙に城の中へと入り込んでいく。敵城門を突破。さあ城門を突破しました。なんとかまずはね、お話してる通りこの鉄砲矢倉を取りたいんですが、まだ守りが硬いですね。突破したらいち早くこの鉄砲矢倉を取りたい。うわ、ここでまた大砲撃ってきてんだ。龍馬小太郎が出てきてれば、混乱を受けているのでお家芸、一斉放棄を使って混乱を回復します。状態以上で、ね、全部直してくれるので、まあ、これで一度お家芸を消費してしまいますが、状態以上を回復します。でその間にですね、こちらはこの鉄砲矢倉を取る。3300まで兵数が減ってる。いや、だいぶやられたなぁ。味方が大変敗れました。うわ、ちょっとこの大砲がどうにもならないですね。ちょっと攻略法が別にあるのかな。この大砲を食らうともう厳しいなっていうところがあるんですが、味方が大変敗れました。ちょっとこのままいくとやられそうですね。強い。この大筒を食らうとどうにもならないな。宇治政は倒したものの実質敗戦ですね。まあ、反省点があるとしたらですね、竹中を、家康が登場した。竹中半兵衛はまあまあ機能したんですけども、直江兼続が全く機能しなかったので、そのあたりはちょっと、まあ、やり直す部分はあったのかなとは思います。っていうところで、なんと家康が来たので一旦ちょっと退いてみますか。どこまで回復できるかというのはあるんですけども、逃げ切れないかな。ちょっと逃げ切れなそうだな。
信長が逃げ切れればまだチャンスがなくはないかなというところなんですけどね。ダメでしたね。難しい。ちょっとじゃあここはやり直しをしたいと思います。これまでか。